それではエクセル講座を始めます。今回は、シート内のですね、行および列の挿入削除、それからセルの挿入といった操作を説明します。まずはですね、行の挿入削除という操作を説明します。ちょっとそう、動作が分かりにくいので、まずセルの中に値を入れてみます。20まで入れて、9まで入れます。今、値がセルの中に数字が入りましたよね。そうしましたら、行の挿入ですね。まず、挿入したい、場所を当然選びますよね。挿入の場合にはですね、対象となるセルのすぐ上に挿入されますので、例えば7行目を選んだ場合には、この6と7の間に新しい行が挿入されます。右ボタンをクリックして、でショートカットメニューから挿入を選んでください。でそうすると、今新しく挿入されたものが、行が7行目として、今空白になってますよね。挿入という、右クリックのショートカットメニューから挿入してください。挿入と。で、列も同様ですね。列は、選択した行の左側に挿入されますので、で、を選択して挿入した場合には、新しく D が空白になり、1個右にずれるという形、そういう動きをするわけですね。はい。今度削除ですね。この15行目を削除してみます。同様ですね、ショートカットメニューから削除を選んでください。今削除できました。今度じゃあ F、この F を削除してみましょう。ショートカットメニューから削除を選びます。はい、削除できました。ですね。次にですね、セルの挿入という操作をしてみたいと思います。例えばここの C4 にですね、セルを挿入してみます。これも同様です。右クリックからショートカットメニューを選びまして、で挿入という操作をすると、セルの挿入というダイアログが出て、どちら方向にシフトしますかということですね。で、これ、今、下方向が選択されてますが、このまま OK を押しますと、下にずれるということになりますね。で、同様にですね、挿入で、今度右方向にシフトを選んでみると、こう右方向に今ずれましたね。で、同様に、行全体というところを選ぶと、行が挿入されるということになります。ですから、行の挿入はですね、今このセルの挿入の方法から選んでも同様ということですね。ここで挿入を選んで、今度列全体という項目を選びますと、列が挿入されるということになります。で、
当然、まあ、セルの削除も同様ですね。ここでセルを削除してみます。対象の削除したいセルを選んで削除で、これも同様にどちら方向にシフトしますかと。で、今度は逆ですよね。左か上かということで、左を選びますと今削除されましたね。ちょっともう一回やってみましょうかね。削除で左方向に削除とやると、ちょっとこれ全部3なんで分かりにくいんですけど、削除されて すぐ右のセルにあった値が自分の今の削除した値に入っているという動きになります。同様に、削除で、今度上方向とを選びますと今削除されましたねということになります。以下同様ですね。ということで、行列およびセルの挿入削除は右クリックのショートカットメニューから行ってください。はい、今日は以上です。ありがとうございました。